俺が買え、俺が買え。どうする？やべ、マジでマジで痒い、体がマジで体が痒い。動機が激しい、マジでよぎるだろ、ドン引きの顔。犯罪だろお前、マジで。やってきまーす。意外とうまそうでしょ。ないけど最低限の教養として必要なんだよな。学校派何も教えないからな。君たちの今回のマシュマロよかったよ。君たちの今回のマシュマロね、よかったよ。ちょっと見ていきましょうか。今回の久々に笑いました。まあ順々に順々にいきましょうか。はい、マシュマロの時間でございます。今回のお題は、異性に行って一番気持ち悪いセリフということで、まあ順々にいきましょう。1個目、次は君で遊ぶよ。俺がかゆい、俺がかゆい、マジでかゆい、かゆい、きつすぎ、マジで。付き合ってある程度信頼を得るというか安心を確保してから、次は君で遊ぶよ、これ言ったら別れました。どうする？ゾワゾワする。どんどんいきます。はい、じゃん。はい、異性に言ったキモいセリフ。俺口元隠す癖あるんだと決め顔、過去マジでキモいしながら女の子にいきなり間違えた。俺さ、口元隠す癖あるんだ。いきなり女の子に話しかけ、だからなんだよ。はい、これありがとうと思ってね。中学生の頃、おはようって言ったら睨まれてキモいって言われました。今になって思うと生理だったんだろうな。お前が、お前のプラス思考に救われるわ。こっちも元気出る、マジで。ありがとう。まだ治ってないな。いい塩梅のが多かったんだよね。やっぱりちゃんと口に出すからさ。生理って単語が昔嫌いすぎて、高校生の時彼女に生理って言わないで女の子の日って言ってって言ったの。これもいい塩梅でいきます。やべ、マジでマジで痒い、体がマジで体が痒い。お願いすな。あー、今回マジ好きだわ。これもうシチュエーションがメニューかも。あー、そっか、大丈夫。あー、この後またね、あー、何々ちゃんに告白しなきゃいけない罰ゲーム、きついわ、言ってくんだよ。きつわしいで。本気で告白したのに断られたから、どういう逃げ道を、あー、思考が、罰ゲーム。バレてるからね、こういうのってね。はい、動機が激しい、マジで。はい、次。言われた方ですが、マッチングアプリの初回メッセージで、クリッとしたお目がいつも見てるベイビーちゃんたちのように可愛いです、僕と一緒に離乳食を食べに行きませんかと小児科医の方から送られてきました。きっしょきっしょ。なんかね、学校の先生とかが制服風俗とかでたまったものを吐き出すみたいな、いいと思うんだけど、なんかそういう場所じゃないところで吐き出してるのは良くないかも。適材適所ってものがあって、マッチングアプリって違うかもしんない。マシンガンじゃん、完全に乱打してるじゃん、これって。そういうのが許される場所でやってくれよ。でもこういうのってさ、男ってやんない？なんか、ね、ここはこう一言一句同じまではいかないけど、似たようなことをね。初めて付き合った彼女に振られ、今後も友達でいたいと言われた後の最初に送ったらいいんです。さよなら愛しの人、よろしく友達。ここまでじゃないけど、ちょっとポエムチックになっちゃうとこはない？これはせい、これでこれちょっと違うけどな。これちょっと違うけど、風俗で情に口で言ったことないですよとドヤ顔したけど、5分後には賢者モード入ってました。これちょっと違うけど面白かったからね。あ、お前らマジでいいわ、お前らマジでいい、お前ら今回のオーダーは本当に炸裂してて大好きだよ。はい、通話越しに飲み物飲んだ女の子に、飲んでる時の音いいねと言った。
何褒めだよ。みんなの黒歴史をちゃんと思い出して頑張って書いてくれてるのも好感が持てる。はい。別れて半年経つ元彼に向けてのライン。相手よ。半年ぶりに元彼にLINE打つんだったらもうちょっと考えて打てよ。思考停止しすぎだろ。はい。下さんこんにちは。僕は幼い頃から水泳をやっていて、胸筋が普通の人より発達していて、距離は100を超えています。高校時代、貧乳で悩んでる女の子に、俺、B カップあるんだよね。と、キモいセリフを吐き、一向に口を聞いてもらえなくなりました。今では C カップあります。さ、これいらん。これマジでいらん、この報告。才能だろ、C カップあんの。いやーすごいこの破壊力、この破壊力すごいぞ。ホテル清掃のバイトをしていた時、自分が食器洗っていて同じ班の女の子が床を掃除している時に、同棲してるみたいだねって言った。あかん。どんな顔でお前のことを見上げたか、お前の脳裏にもうよぎるだろ、ドン引きの顔。犯罪だろお前マジで。一つのトラウマをな、もう女の子は床の掃除ができなくなったぞ。犯罪です。まあさっきこれもさっきのとなんかちょっと似てるんで、さっきのないと今思えば気持ち悪いなと思って、当時は何の感情もなく言ってしまった。初めての彼女との恋が終わった後に、本当に初めて感じてたねと童貞だったのにかかわらず生きって発言したこと。まあ俺はこういうのはセーフだと思うけどね。まあ俺は可愛いうちに入ると思うけどね。意味わかんなすぎてさよ。マックと俺どっちが好きなん？何と戦ってんだお前。せめて人にしろよ。めちゃめちゃデブだろ彼女。俺って元からに比べたら何点くらい？これはね、よぎんなくはないよね。言葉に出すかは別として、男はちょっとはね気持ちはわかるよ。でも言っちゃあかんね、これは。40点って言われたらどうすんのお前。赤点取ったらどうすんの。まあ40点かなーで終わりやん。まあそうだね、ある程度この質問をする時点で自信はあるんだろうな。わかる、まあ、この質問をしてしまった時点でもうマイナス50まであるな。うん、今回よかったよマジで。今回めっちゃよかった。今回感覚が空いちゃったのもあって、来たのが300件ぐらいあったけど、ちゃんとキモかったのがここら辺かな。あとはまあ軽いやつで言ったら、月が綺麗だねとか、うなじ綺麗だねとか、よしよししてあげたいとかさ。まあキモい、でもちゃんとキモいぐらいじゃない。いや俺もホテル清掃がちょっと優勝かなって思う。ホテル清掃かなりのセンスだろ。トラウマをね植え付けちゃうレベルだね。ホテル清掃のバイトをしていた時、自分が食器洗っていて同じ班の女の子が床を掃除している時に、同棲してるみたいだねって言った。なんかホラー的な怖さも感じるしな。前はこれ男が上にいて女の子がかがんでる状態で、なんか顔が見えない状態、こう見下ろされてる状態で言われてるってのが、もう上向けねえだろ。すげえホラーだよ。スタンミジャパンのキモいセリフ。俺で普通に、俺言うて多分一般的に言ったらキモいセリフって全然入ってるからな。ロマンチストだからさ、俺月が綺麗だねって言うしね。月が綺麗だねって全然言う。マジで臭いことするしな俺。多分決めんだろうなってエピソードでしょ。一回だけ一本バラあげたことあるんだけど。そのレベルだったらたくさんあるぞ。その子となんかね、タイタニックかシャルビーダンス見て、こういうのロマンチックだよねみたいな話になって、花束のシーンがなんかあった気がするんだよな。あそこまではあげらんないから、はいバラ一本っつってあげた記憶はあるけど、その後が邪魔なんだよなそれって。まあ、それすぐ影響されちゃうから。